ご視聴ありがとうございます。ヘアケアの花澤です。今日はバストアップに効果的なセルフマッサージをご紹介します。ではまず今現在の、アンダーとトップの、サイズですね、測ってみたいと思います。まあ、着衣の状態になりますけれども、まあ、前後で比べるということですので同じ条件でやっていきますので、見えてますかね。じゃあ先ほどアンダーバスト 68.5 センチでした。こちらに書きました。アンダーバストが現在 68.5 です。続いてトップを計測します。はい、見えますかね。80センチですね。はい、でこういう形で80センチ、トップ80でアンダー 68.5。 はい、じゃあ続いて実技に移りますね。こちらシアバターです。これを適量、これぐらいですね、手に取りまして、あの胸の方に塗っていきます。塗布しますね。で、まんべんなく鎖骨の下から目全体に塩バターを塗します。塩バターない方は、まあ、通常のマッサージクリームとかオイルなどで代用していただいてもいいと思います。で、今の動画なので着衣で行っていますが、実際には当然素肌で行っていきますね。で、この時にですね、しこりですとか熱感ですとか痛みですとか異常がないかどうかを確認してください。痛むとかしこりがあるとか引きつれですとか何か異常があるようでしたら中止してください。ちょっと専門医の方で診察を受けることをお勧めいたします。乳腺炎ですとか乳がんの可能性がありますので病院に行かれてください。で問題なければ、マッサージに移っていきますね。もう少しオイルを取っていただいて、で片方の手は頭上に上げてください。そしてもう腕の方から肘から下を脇から胸の方へというふうにこう流していきますね。それからサイドですね、もう胸の横、服の縫い目にあたる側面の中心のところですね。で脇の下の方から胸の方に向けてこう少し寄せるような体の中心に向かって脇から。ね、そして一番下まで来たら胸をすくい上げるようにして持ち上げます。で持ち上げたら今度はそれを反対の胸の 上部ですね、こちらに向かってスッと流すようにします。一度行いますね。こちらから脇の下のすぐ下のところから少し手を指を曲げて引っ掛けるようにして、まあ、外側に流れてしまった胸の肉をですね、胸の方に戻す、引き寄せるというような形ですね。そして下の部分はこう全体をすくい上げるようにして持ち上げてこちらへ。というふうにします。それで、今度はアンダーバストの高さから脇の方まで一旦上げます。で今度はこの毛の側面の方に向かって下ろします。こう撫でるようにして上げる下げるとやってください。それで下ろします。で
で下ろしましたら肩を前から上後ろというふうに、あと胸を張るように肩の位置を後ろに引いていただいて、でこの三角胸筋孔のところですね、肩とこう胸のと鎖骨のこう中間点といいますかね、この辺り少しこうくぼんでるところですね、ここありますね。でここに手の膨らみ部分ですね、これをあてがいます。でこんな感じで筋肉をほぐします。小胸筋のほぐしになります。こう肩を後ろに引いたまま、ここをこんな感じで緩めてください。気持ちいいぐらいに揺らしてください。それから、つぼ押しをしていきますね。胸のつぼがですね、こういう感じで、団柱のところと乳根と天頸というつぼがあります。それともう一個ちょっとつぼの名前がわからないんですが、乳頭のすぐ、ちょっとやや内方の上部ですね、ここの辺りになりますね。ここをちょっとこう押します。乳腺を活性化しますね。それぞれちょっと解説していきますが、団柱というのは両乳頭の中間にあります。そうですね、こう両手の指先で押してもいいですし、片手とか親指でもいいんですが、押すとちょっとこう痛いような痛気持ちいいようなところがあります。で胸を豊かにする効果もありますし、女性ホルモンの分泌を促しますので、美容健康に、女性の美容と健康にいいですね。それから咳を沈めたりですとか、呼吸を楽にするといった働きもありますので、ちょっと胸が苦しいような時にもいいですね。ここをこうぐーっと5秒程度でゆっくり押していって緩める。もう一回押していって緩める。これは5回繰り返しましょう。次にこちらの乳根ですね、乳頭から指2本分、こう指2本分ほど下にある、まあ、乳頭のそのまま下に下ろしたところで、幅としては指2本分幅分を下げるというふうにして、あるところです。リンパとか女性ホルモンの活性化をしてバストアップが期待できるという場所ですね。こちらも、まあ、こうとかこうとか、1,2,3 として離す、1,2,3 として離す、1,2,3 離す、3秒3回。最後に天頸ですね。天頸の場所はこの胸の膨らみの、まあ、横乳の部分ですね。そこで乳頭の高さにあるところですね。ここが天頸になります。でこれは左右同時に押していってください。で少しこう上げるように押すのがコツになります。でこの胸の張りを出したりですとか大きくするという効果が、見込めます。ぐーっと1,2,3離す、まあ、離すっていうか力を抜くっていう感じですね。1,2,3楽にする、1,2,3楽にすると、これで天頸のつぼ押しが終わりました。で先ほど右側をやったので今度左側ですね。左
側も頭上にまず乗せ腕を乗せる、腕から脇胸へとこう流していく。で可能であれば肩甲骨の方から胸へっていうのもやるといいですね。こちら後ろにできるだけこう回して胸へ持っていく。肩甲骨こういうふうにやることで肩こりにもいいので、肩こりにもいいですし、こう横に流れてしまった胸ではこう腕の贅肉を胸の肉に変えるっていう感じですね。なるべくこう広い範囲で胸に集めてくるようなイメージで、こういう肩甲骨の方からも胸の方に、腕の方からも胸の方へ、周りの肉をまあ全部胸に持っていくようにするって形ですね。この胸をこちらから上げてこっちへ、上から上げる、で下げる、下ろしてこう揺らす。覚えてしまうと結構簡単に一連の動作できますので、つぼ押しですね。左側の方も乳頭の、すぐない情報のつぼ押しです。女性ホルモンが足りなくなってると痛いです。で乳腺を活性化したり女性ホルモンの分泌を促しますのところも押しました。で乳根ですね、バストトップから指2本分下のところですね、こうリンパと女性ホルモンの活性化ですね。 1,2,3 緩ませ、 1,2,3 緩ませる、 1,2,3つぼしは基本的に呼吸をはーっと吐きながら押す、吸って戻す。でこれで深呼吸をしますね。大きく腕を回して、肩を回して、こう十分に肩甲骨回すようにして、大きく胸を広げるようにして深呼吸を行います。お腹の方とかも、背中の方とかもツボはあるので、時間があるようだったらちょっとこういうところもね、こういう感じとかで姿勢を良くすることによって、バストアップとか胸の形が良くなるっていうことありますので、ね、肩甲骨っていうのがこうファイバルブとも言われて、こう脂肪がこうスムーズに流れる、こう栄養がちゃんと胸に行くような形になっている方が望ましいと言われます。あとですね、こう大きくしたい場合にはこんな感じで1秒 1,2 回ぐらいのこう優しくホールドするように支えて 1,2,3,4,5 みたいな感じで優しく揺すぐる、優しく揺らしてください。あんまりガーッと強く早くやるのはこう脂肪をなくしてしまいますので、ゆっくりめに揺らすとこう胸が大きくなります。ではね、一連の
メソッドが終わりましたので計測を行います。今こう触った感じすごく胸周りがあったかくなってます。いつもよりもポカポカしてますね。はい、はい、映ってますかね。ちょっとびっくりしたんですけど66センチになってましたね。で先ほど 68.5 だったので 2.5 センチ減りました。はい、トップを測っていきたいと思います。はい、81になってますね。さっき81って申し上げたんですけど確認しまして 80.5 でしたね。でももともとは80だったので 0.5 センチアップですね。はい、見た感じは見た目の変化はどうでしょうか。はい、こういう形でバストアップメソッドを行いました。割と寝てる間に胸がもう横へとか下へっていう風にこう流れていってしまってますので、それをこうしっかりと戻すっていうような感じですね。集めたりとか、あるいはこうツボの刺激で乳腺を活性化して胸を膨らさせるとか、針を出して膨らさせるということで、はい、ご視聴ありがとうございました。今日の動画はいかがでしたか。皆様のご意見ご感想をお待ちしております。今回の動画は私が実技講師をしている幸せ馬協会で、理想を叶えるおっぱいメソッドというメソッドを制作していまして、その関連でこういった動画を作りました。実際の幸せ馬協会でのメソッドとは異なる部分も出ておりますけれども、少しツボなどの紹介も入れて長いバージョンをお届けしました。はい、気に入りましたらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。If you like, please subscribe. See you! また見てくださいね。